ビルヘルム・ゲオルク・アウグスト・ハインリヒ・ベルグス・ツ・ナッサウは、ナッサウ公。最後のナッサウ公でもあったルクセンブルク大公、アドルフの父。ナッサウ・バイルブルク公フリードリヒ・ビルヘルムとその妻で、ザイン・ハヒエンブルク伯領の女子相続人である、ルイーゼ・フォン・キルヒベルクの間の長男として、プファルツ地方のキルヒハイム・ボーランデンに生まれる。1816年1月9日に、 父の死に伴いナッサウ・バイルブルク公倉位を相続、その2ヶ月後にナッサウ人間家のフリードリヒ・アウグストからナッサウ行為を継承した。同年のうちに、それまで別れて存在していたナッサウ・バイルブルク公領をナッサウ広告へ統合した。1813年6月24日にビルヘルムは最初のツマルイゼフォンザクセンヒルトブルクハウゼン・フリードリヒの娘と結婚した。 二人の間には四男四女が生まれた。ルイーゼと死別後、ビルヘルムは1829年4月23日に、ビュルテンベルク王子、パウルの娘パウルイネと再婚した。二人の間には四子が生まれた。ありがとうございます。